ひげおやじの出身大学がグッても出てこないけん。ひげおやじさんが自分で言ってた履歴を掘ってもらえば分かると思うんですけど、あの人原子力をやってるんですよ、専門で。で、関東の大学であるということは彼は言っているので、関東の大学で原子力の学科があるところが彼の出身大学です。僕は今新しい情報を一切言ってません。彼が自分で言った情報をそのまま横流ししただけなので、彼の個人情報を流したわけではないんですけど、はい、以上です。